ね。あともう少しで、ショートカット開発バレた。ああ鬼にバレた。ああそっか、お前はどうしても倒す。
ッチあまりだがちょっとなんかもったいないんだよね。34こっちでいいや。体力と火力アップそれが大事。オッケー、あー鬼どうしようかな。鬼無視しちゃおうかな。ここあそっか、こういう鬼は崩しちゃうのか、厄介だな。さあ来い。でそこの敵をこれ当たるの？当たるの？39こっちより上じゃん。
あ、でも獲得は無理だけど下がるだけか。どうしよう、防御具ちょっと欲しいからこれでいいか。あー勝ったー一発で勝てた。あぶねー、よっしゃ勝てたー。で槍も手に入ったし、でもあんまいい槍じゃないな、こっちの方がなんかいいんだよな。よし、もういいもういい、戻ろう戻ろうじゃあどうしよう、もうさっさとせっかくだからサブミッションもサクッとやっちゃおうか。あぶねえなー。てかもう分かった、ものすごい難しいっていうのはもう分かったいやーこれはきついな。不気味な赤い空は晴れ、一帯は、落ち着き取り戻したようだ。この国には魔が、何々時という時間があるらしい。さらに激戦の予感を覚えながら俺はこの地を後にした。うんだろうね後にするよ新車？ああレベル30ミッションレベル30になっちゃってる。ああこれはもう、うん、無理ですね。というわけでああポイントはあるか、どうしよう、幸運よりもつくもにあげちゃおうか。でどうしようかな、体力アップでいいのかな、アイテムが出現しやすくていいよ。こっちにしようか、こっちにしようか。でアフリタ妖怪なんかいたっけ、あれなんか新しい敵いたっけ、なんかいなかった気がするんだけど、いや特にいないな、いないっぽいな。じゃあどうしようかな、じゃあ社行って、いらないものを殺しちゃおうか。例えばこういうものとか、あ槍あるな、いやこれは後で分解しちゃおう。あ装備多いな、全チェックいいか、全チェック OK、 よし次全チェック、いらないものは多分大丈夫だよね。 OK、 こっちも全チェックして、こっちもこっちと、あそっかこれはなんだ、攻撃力増加か。これはまあ使わないかな。あ目次、これあれか、装備なのか。幸運アップ、毒の継続ダメージ経験、あつくも、あつくも継続時間 1.9、 うんまあまあいいかな。 OK、 あ他はどうしようかな、他はいらないかな、うん他はいらないとしよう。これでもう OK だよね。よし、OK。あとは、すごい。あとは、鍛冶屋に行って、いらない装備を、外しておけばいいかな。どうしようかな。どれがいらないんだろう。今装備してるのこれだよね。262円。なかなかの攻撃力なんだけどな。あ、これは残そう。で、そうだね。この2個、これは蔵に移して、多いな、カード。カード多いな。どうしようかな。獲得、いや、今のこれでいいかな。どうしよう。これ
材料として使っちゃおうか。まあ材料じゃない、分解しちゃおうか。腰当て、違う、腰当てじゃないね、足どうしようかな。回避上限 10.1、 10.2、 こっちに装備しちゃおうかな。装備して、レベル上げると売却が 1.5 倍割り増、お得意様とアイテムショートカットのセット数上限アップ、え、掘り出し物品揃え追加、利用の解放、運行ダウン、こういうのあるんだ。アイテムショットカットのセット数上限、あ、でもこっちいいのか。これってもしかしてなんだ、銃弾とか矢とか上がるかな。いやでもアイテムショットカットだから、あれ、もしかして薬も上げるってこと。セット数上位が1個上げるってことだよね。ってことは9になるのかな。ちょっと入れてみようか。セット数の変更、システムメニューはゲーム個別設定から行います。え、ゲーム設定から、またどうぞ。え、そういうシステムっていうか、そういう設定必要なの。個別アイテム、物事購入、アイテムショットカット、あー、そういうこと。もしかしてあれかな、何かのなんかなんかチャレンジとかそういうってことなのかな。そのアイテム数はもうこれだけしか使えないっていう、これぐらいの数しか使えないっていう、なんかそういう縛りプレイっていうことなのかな。まあいいでしょう。まあそれは多分結構後々ね、多分ゲームクリア後のまあ遊びというか楽しみってことなのかな。というわけでこっちどうしよう。今日はまあこれやったらもう終わりにしようかな。これはなんだ、銀中様からお申し出があったわ。なんでも宗重様への贈り物探しの、付き人に、あなたをチキチキであったのかな、このご指名だとか、銀中様に随分と気になれたようね。くれぐれも体操ないようにすることね。なんか違うな。まあ、無礼のないようにってことだよね。でも
もまあ雷キが作れるっていうのはちょっとなんかいいね。OK。その前にごめんね、ちょくちょくこう、途中からね、なんか別のをやっちゃうっていうね。モール開発か、あともう少しか。そしたらちょっと待って、ごめんね。これだけちょっと使わせて。あ、こういうアムリターね、ちょっと使っても、すごいな、23個もある。まあいいや。これあんま使わないんだよな。あ、クラミ移しちゃう。あとはどうしようかな。これでもいいかな。使用すると属性やらから回復。なるほど。まあ、むしむしむし、あ、そうだった。ヤシロであれ、能力回復するんだった。どうしようかな。こっちに上げちゃおうかな、どんどん。他は、あとはもう大丈夫かな。もうこっちでちょっと上げちゃおうか、一旦。ね、まあ、槍縛りとしてやってるから、多分そこがメインで上げないと多分ね、後々からきつくなると思うんだよね。よし、じゃあそろそろ行こうか。まあ何かね、アイテム探しかな。まあ多分、奥に多分ボスが多分待ち構えてるっていうのは確かだと思うんだけどね。OK、OK。ラスト、ラスト。あー、でも、難易度21って書いてあるよね。かー、追われるか。この度はすまぬな、アンジン殿。では、参ろう。おーおー、いたのか。あー、でも、結構見た目、すごい綺麗な人だよね。いやー、いい、いい。いいスタイル。いいスタイル。結構美人だね。よし、じゃあこれはいきなりボス戦ってこと？それともただ一緒についてきてくれるってことなのかな。だったらちょっと嬉しいって感じかな。これなんだろう、上と下いけるの。どうしよう。秘物に化けたるな、さがなき者なり。よく見れば破るもやずし。どういうこと。なんか壊せる、壊してもいいってこと。いや、うわ、分かんないな。ちょっと待って、一旦ここ上探索してから下行った方がいいのかな。上の方がなんか広そうだな。これ壊していいのかな、この音。ああ、ちょっと待って、ちょっと待って、あ、いって、お前いたのか。よいしょ、 OK。 すごいな、火力高いね。緊張。上に敵がいる。その前にちょっとスキルスキル習得できるものあるかな。あ、どうしよう、こっちにしようか。絡め、あ、そうか、これ今セットしてるんだよね。攻撃増加アップだからこっちに入れちゃおうか。あとはこれは、あれ、これ取ってるんだっけ。まあいいや、取っちゃおう。少しでもね、なんかあんまね、こう残しても意味あんまないんだけどな。忍者スキルどうしよう。忍者スキル1個あるんだよな。銃弾1。まあいいや。残してもいいのかな。あれ？おお、すっごいカクカクしてる。
すごいカクカクしてる。まあ、それはさておいて、いた敵は。上にもいたのか。